とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、古代狩りやっていきたいと思います。古代狩りのミステリーアーマーを厳選していきます。ミステリーは最強になる可能性があるんだよね。ただ、厳選がむちゃくちゃ難しいやつなんだよね。まあ、とりあえず今日2時間回ってみようと思います。ミステリー何個ぐらい出るんでしょうね。行きましょう。それでは、まずは1体目です。行きましょう。確か、これでいけるよな。あ、いけるね。はい。1回目はハズレですね。出る装備が爆発のクロスボウ系。そして、勇者のアーマー系かな。そして、ミステリーアーマー。それが出ると思います。何個ぐらい出てきてくれるんだろうか。2体目発見。さあ、どうでしょうかね。あ、勇者。まあ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 。勇者もワンチャンあるよ。見てみましょう。あ、ダメだな。ダメダメ。クールダウンもないし、ポーションバリアもありません。オッケー。結構出てきてくれるね。次はどうだ？ミステリー。止まった。ファイアボルトスロワーです。違う。おー、いい感じ。出てきてくれるね。ただ装備が出てきてくれないと意味がない。おっしゃ、来た。来た。ミステリー。あ、しかもユニーク。どうでしょうかね。ミステリー。どうだ？お、クールダウン。あ、いや、クールダウンがついて、さらに、あ、違う。ポーションのクールダウン。あー、惜しい。ポーションのクールダウン 40% と、黄金で普通のクールダウンがついてるわ。あ、でもね、リサイクルだ。束ごとに10本の矢の増加。まあ、リサイクルではないのか。下も全然ダメだしな。あー、ポーションのクールダウンとクールダウンはめっちゃ良かったけど、他がダメだね。次。じゃあ次行ってみよう。どうだ？ラグった。何？もう、ラグったらなんかこういうのが出るんだよな。次こそお願い。ミステリー。せめて勇者。頼む。勇者か。勇者。まあまあまあいいでしょう。どうでしょうか。あー、ポーションバリアはついてる。でもクールダウンがない。ダメだね。よろしくないな。行くぞー。頼むよ。よし、来た。あー、勇者。まあ、ワンチャンあります。どうだ？クールダウンもポーションバリアもなし。ダメ。次。次こそは頼むよ。ミステリーでお願い。また勇者。しかもユニーク。まあ、勇者でもいいのよ。いいのよ。見てみます。どうだ？ポーションバリアはあるけど、クールダウンなし。ポーションバリアとデスバーターも欲しいんだよな。なかなか出ないな。次。さあ、どうだ？次こそは頼むよ！しゃ、爆縮！さあ、次はどうだ？何持ってんの、こいつは。帯電、やけど、冷気。まあまあまあ、特に問題ないね。おい！ファイアボルトか？違うわ。爆発だった。次行きましょう。どうでしょうか。ミステリー頼む。勇者。勇者、ノーマル。英雄出ないね。あ、幸運つけてるからかな。ちょっと幸運をちょっと次から外してみようか。とりあえず勇者。ダメ。難しいな、本当に。クールダウン、デスバーターないね。次、行こう。幸運を、ちょっと抜いてきました。幸運なしで行くと大丈夫じゃないかな。あ、おお、ミステリー。
英雄じゃなくてミステリーが出てきてくれた。あ、そうか、ミステリー狙いだから別に幸運でもいいんだ。なんかユニークのミステリーかっこいいよね。まあ見てみましょう。性能どうだ。イカスミ 35% 軽減。微妙。まあまあ、クールダウンもないしね。ダメですね。ユニークのミステリーが欲しいので、幸運、やっぱつけてきました。うん。ミステリーのユニーク、かっこいいもん。今しかね、多分取れないかもしれないので、幸運はつけときましょう。どうだ？またイカスミ？あ、クールダウンついてるし。デスバーターもある。でも他がダメだな。近接の攻撃速度いらない。これじゃないんだな。違うな。次行きましょう。次こそはお願い。ミステリーは出てるよ。ちゃんと出てきてる。ここで弓。今回素晴らしいね。今回素晴らしいね。チェストの数3。3は素晴らしい。めちゃめちゃ出るよ。頼む。こういう時に限って弓が出まくる説。弓は出るなよ。頼むから。頼むから防具の方にして。おし！オッケー。ノーマル勇者アーマー。デスバータークールダウン。ポーションバリア。で、採用。いや、結構難しいな。結構難しいな。3つ決まってるんかい。あー、クールダウンだけか。できれば、クールダウン、デスバーター、ポーションバリア、あとヘルスシナジーだね。最高は。それでいこう。まあ、出ないかもしれないけどね。出ないわな。難しすぎるね。素晴らしい。真横にまたあった。やっぱね、古代人の数じゃない。チェスの数3は最高。最高すぎ。こんなんなかなかないよ。どうですか？一個もない。次はどうだ。同じく弓は出るなよ。防具頼む。えい、弓。なんかこれまた弓が出そうな気がしてきた。次こそはお願いします。頼むよ。弓はいらない。よし、勇者。ナイス勇者。ダメ。エンチャントがもう全然ダメだよ、もう。ゴールの横にも、洞窟発見。さあ、ここ最後、どうだ？ああ、もう！そろそろなんかね、ニアピンぐらいのやつが来てほしいんだけど、どうだ？また弓かよ。次行ってみましょう。もう弓はいらないからね。弓はいらないよ。おい！さっきのやつ、惜しかった。ダイナモと、あれ。おい、またかい。貫通はなかったけども、ダイナモと、連鎖反応とか入ってたんで、なかなか良かったんだよな。これはダメだね。ちょっと弓が多めになってきましたね。調子が悪くなってきた。よし、OK！ 久しぶりにミステリー出たな。久しぶりのミステリー。さあ、見るのが楽しみ。どうだ？ 6% 吸収。あー、で、環境破壊はまずいりませんね。で、クールダウンなし。ダメ。幸運、今はいらない。ヘルスシナジーは良かった。シナジーと 6% 吸収が一緒になってるの、いいよね。いいんだ。そうね、6% 吸収と、ポーションのクールダウンか。とヘルスシナジー、クールダウン。ああ、いいね、いいね、いいね。まあまあ、探していきましょう、次。そろそろ頼む。出て、いいやつ。お願い。おーおーおお、初めてだ。今日初めて英雄が出てきた。英雄。まあ、ただただポーションが周りに、効果があるってやつだから、勇者とほぼ変わんないんだけどね。どうだ？デスバーターあるよ、デスバーターある。でもダメだな。ダメだな。
黄金見えないけども、まあ、クールダウンか、ポーションバリア、じゃないよね。違うね。厳しい。さ、さっきは良かった。英雄出てきてくれたね。初めてのユニーク。今回は、わあ、またちょっと弓ループに入るかもしれない。どう？おし！おお、英雄かと思ったら勇者だった。どっちでもいいよ。イエンちゃんと、来てね！ダメだ！デスバウターだけ！よろしくないな。難しい。はい、それでは、終わりですね。なかなか出ないな。ちょっと、高望みしすぎなのかな？いやいやいや。厳選するなら、やっぱそこぐらいまで、やったがいいよね。っていうか、今日のは本当に、全然出なかった気がするな。物はね、ちゃんと出てきてはくれるんだけども、やっぱりエンチャントが難しい。本当に難しい。でも、まあ、何度かやってれば、そのうち出そうな気はするよね。まあ、とりあえず、それ出るまで、ちょっとやってみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。